おはようございます。タカキートです。今日は腸内洗浄の話をしていきたいと思います。腸内洗浄の前にまずうんこの話なんですけど、自分には6歳の息子がおりまして、いまだにちょっとトイレに行ったらお尻を拭いてあげたりするんですけど、その時に、ね、驚くことがあるんですよ。お尻の穴はすっごいちっちゃいんですよ。でもバナナぐらいのうんこが出てくるんですよ。マジですよ。びっくりしますよ。このちっちゃいお尻の中からどうしてこんなでっかいものが。自分のサイズは半分ぐらいですね。その半分ぐらいで、まあひょろひょろひょろと長いんです。それもこうトイレの、まあ、水たまりに落ちたらそのままほやほやほやと水に溶けてしまうような、そんな軟便というか繊維質というか、まあ、水分が多いというか、なんかこう、うんこっぽくないんですよ。それに比べてこう息子のうんこはこうしっかりしているというかね、羨ましいなって思っちゃうんですよね。それで、まあ、自分は、まあ、こう繊維質のあるものをたくさん食べているからだとか、あの腸内細菌、まあ、腸内環境が良くてうんこがよく出て、まあ、うんこの水分をこう吸い取るのに消化吸収間に合ってないんだろうと、まあ、勝手に想像していたんですけれども、実は最近ある習慣を始めたらうんこの形質が変わってきたんです。そのレポートをお届けしていきたいなと思いますが、一つだけ心配事があって、それは何かというと、まあ、うんこが細いっていうのはよく、まあ、大腸ポリープとか、まあ、大腸にがんがあってこう、あのうんこが細くなっているとか、まあ、あと宿便が溜まっていて、まあ、大腸その分こう細くなっていて、かつこう吸収もできなくなっているとか、その話をまあ聞いていたので、まあひょっとするとポリープがあったりするのかなとまあ思っていたわけです。まあでもあの検査とかしたこともあるんですけど、あのそれは陰性で、なんで細いんだろうっていうのをまあずっと疑問に思っていたんですよ。で、まあ、そんな話をちょっと Facebook 上でしていたら、友人が実は子宮筋腫だってで、それを取ったらうんこの太さが蘇ったよとかっていう風なお話も教えてくれたりとかしたので、本当意外と腸の中ってこう押しつ押されつっていうか、あのこう狭い空間の中にいろいろなものがこうガッと入ってるわけですから、あの大変なこうせめぎ合いの中でうんこっていうのは出されていくんだなっていうのはちょっとしたドラマを感じましたけどね。さて今日の本題、腸内洗浄ということで、どうやって腸内洗浄するのかなということで、エネマっていう話を聞いてたんですよ。エネマっていうのは、まあ、腸内洗浄のことを言うのかなと思っていたんですけれども、エネマっていうのは肝腸という、まあ、医学用語らしいんですけれども、肝腸って言ったら、まあ、あの一軸肝腸とかありますけど、まあ、肝腸の前にこう座薬っていう、まあ、イメージがあって、まあ、自分も痔を患ったことがあるんですけど、こう座薬をこうスッとこうお尻の穴の中に入れる、プリッてまた出てくるっていうね、でちょっと出てくる時にちょっとうんこがついてるみたいな、あんまりこうお尻の中に物を入れるっていうのはあんまりいいイメージが、なかったっていうか、腸内洗浄したらその突っ込んだものはどうやって洗うんだろうとか、突っ込んだはいいけどこれを抜いた瞬間にドベアーと出てくるっていう、まあ、これちょっとあのスカトロ系の AV 見すぎっていう説、いやあんまり見てないですけど、なんかそのイメージが強すぎて、あのどうなるんだろうっていう不安とかこうなんか怖さっていうのが先に立っちゃって、腸内洗浄大丈夫みたいな、でなんか腸内洗浄を自分、まあ、肝腸を自分でしていたら、なんか肝臓穴が開いたり、肝臓じゃなくてあの腸に穴が開いたりして危険ですよっていう風な話も聞いたりして、おお怖えっていう、なんかね、そういう怖いイメージがあったんですけど、腸内洗浄をしているっていう実践者の方にたくさん会う機会がありまして、その先輩方にいろいろお話を聞いてると本当にすっきりすると、とにかくあのいろんなイメージあるだろうがやってみなさいと。で腸内洗浄の道具もAmazonとかで買えるから、腸内洗浄の道具Amazonで買えるんですか？なんか腸内洗浄、まあ肝腸グッズって言ったら、まあ、自分の頭の中では、大人のおもちゃのお店で買うんだよねっていう、なんかそういう印象があったんですけれども、Amazonで買えるんですか？どんなものを買ってるんですか？どんなものを使うんですか？
エネマバッグという名前で売っていると言われました。で早速調べたんですけど、まあ、大体4000円ぐらいで、まあ、ありましたね。で、まあ、自分は何を買ったかというと、やっぱり、ずっと大人のおもちゃのコーナーでいつも気になっていたこれですね。これエネマシリンジ買いましたね。こんな感じですよ。まあ、それで、まあ、箱開けながらなんですけど、それでお尻の穴に突っ込んで、それがすぐドビャッと出ないんですかって言ったら、何でも10分ほどホールドするらしいですね。それでお腹の横向きに左を下にして寝転んだところにお尻の穴に入れて、そのぬるま湯に食塩水を、食塩水でぬるま湯にヒマラヤガエンを入れた、まあ、汁をこうちょっぽちょっぽちょっぽと1リットルぐらい入れていくらしいんですけど、それをこう腸の形に合わせてゴロンゴロンゴロンと転がっていくらしいんですよ。でそれを10分ホールドして、その後トイレに行くと。なので汚れることはないですよと。でお尻に突っ込んだやつもこう取り出したら綺麗ですというふうに言ってましたけどね。水でちょっと洗って、まあ石鹸で洗ったらそれでいいよって言って言ってました。出てきました、これですわ。これに変えたいんだけど、まあ今じゃなくていいや。こういうものが出てきました。こっちの先を水の中入れて、こっちでシュポシュポシュポとシュポシュポシュポと、これ逆流しないんかねっていうのが心配だったんですけど、しないって言うんですけどね。本当ですかね。それが一番自分が心配している懸念点です。まずやってみましょう。大体これ1000円ぐらいで、Amazon で買いました。あ、ここに弁があるんですね。ここの B っていうところに、ね、弁があって、逆戻りすることないみたいですね。で、これ腸内洗浄だけじゃなくて鼻の洗浄とかにも使えそうですよ。それもいいかもしれないなと思って。で、まあ、これを買う前にですね、自分はこういうものも買ったんですよ。これを、まあ、嫁に見せたら、これお尻なんて突っ込むより、これでお尻を洗ったらトイレの紙がいらないね、エコだねと言ってましたんで、うちではこれは今日からお尻洗い、腸内洗浄じゃなくてお尻洗浄に使いたいと思っています。で、エネマバッグっていうのはこう上から垂らしてくるので、自然の水圧でこうお尻の穴に入っていくということ で途中でもうピンチって言って、水が逆流しないピンチがついているそうなんで、終わったらそれを止めて引き抜くっていうふうに先輩方が言っております。そもそも なぜこうエネマっていうことに興味があるのかっていうと、まあ、エクスパワー、仙人さんがやってるエクスパワーっていうプログラムの一環なんですけども、まあ、自分の体を、まあ、自分でメンテナンスするという考え方、お医者さんに頼る、その前にお医者さんっていうのは病気を治す専門家でも、自分は本当は最高の名医なんですよと。自分の体のことで一番して、お医者さんに、まあ、例えばあなたの体ここが悪いって言われても、治すのは結局自分の体じゃないですか。だから本当に自分の体と向き合って自分の体を治しているのは自分の体なんですよ。なのでもっと自分の体を信じて、まあ、声を聞いて、そして自分の体は自分でメンテナンスをできるようになろうということで、もっと自分の体を知りましょうという、そういうプログラムを今実践中なんですけど、まあ、その中の一環で腸内洗浄、まあ、腸内洗浄はアーユルヴェーダの考え方なんですけど、まあ、浄化ですよね。アーユルヴェーダはこう口から入ったものがこう出ていくっていう、ここの流れを、まあ、きれいにしていきましょうという考え方で、まあ、浄化していきましょう。そこがきれいになったら消化もきれいに、消化吸収もうまくいくし、排出も問題なくなって、こう体がきれいにメンテナンスできるって、まあ、ざっくり言うと、まあ、そういう考え方なんだそうです。それでその中で、まあ、おすすめされているのが腸内洗浄ということなんですけど、まあ、実はまだプログラムがそこまで進んでいません。毎週毎週プログラムが送られてくるんですけど、一つずつ習慣化していこうということで、
一気にドバーッと教えてくれないんですよ。毎週一つ一つ丁寧に教えてくれるので、実はまだそこまで行ってないんですが、みんなが腸内洗浄腸内洗浄って言うから買っちゃったんですよ。まあみんなエネマバッグっていうバッグを使ってる人が多いですけど、自分はまあ大人のおもちゃのこういろいろ見てた時に、やっぱりこっちの方が使いやすいんじゃないかなと思ってのあえての、チャレンジです。まあこれがダメだったらダメで、またエネマバッグに帰りたいなと思っているんですけども、何をやるにしてもこうメリットとデメリットがあって、まあ、そのメリットとデメリットの中で自分はどういうチョイスをするかっていうことだと思うし、あと一人一人の体調だったりとか体の作りだったりっていうのは違いますから、まあ、自分に合ったものが何か、まあ、自分の性格好みとかに合ったものが何かっていうのも合わせて向き合うチャンスと思って、なんかこう腸内洗浄を捉えていきたいなと自分は思っています。実は下から腸内洗浄しなくても上から腸内洗浄する方法もあるということで、以前から実践しているのはこのレモン水です。このレモン水朝一番に飲むんですけど、冷たい水に生レモン絞った汁、そして唐辛子塩を入れているものです。まあ、分量は若干適当です。まあ、正式な分量とかあるのかもしれませんけど、これを教えてくれた村上宗嗣さんは、そんなにこだわってない感じでしたかね。塩が小さじ1杯って言って食べないかな。で、唐辛子は思い切りできるだけ飲めれる限り1杯入れろっていうことだったんですけど、まあレモン1個絞っています。で、500ml、 ちょっと今日は水ハート気がついてたらたくさん入れすぎてました。で、これを毎朝起きたら飲みます。ハバネロ唐辛子を入れているのでかなり辛いです。で、朝一番にこう冷たいレモン水を飲むことで腸がこう動いて蠕動運動を始めるということで、そしてもう一つ今自分が実践していることは、腸内洗浄もそうなんですけども、食べ合わせです。この食べ合わせを変えたことで、自分は実はうんこの太さが変わりました。昔ほどっていうまではまだ蘇ってないかもしれないけれども、まあ、以前が 1.5 センチないぐらいだったのが、今は2センチぐらいはあります。で、硬さもとても硬くなってきたんです。で、食べ合わせっていうのは何かっていう、その前に水を飲むタイミングもすごく大事なんだなということに気がつきました。今まで自分は食事中に水をガブガブ飲んでたんです。なんかこう食べにくいものがあったらすぐお茶で流し込むみたいな、そういう習慣があって、もともと静岡生まれっていうこともあって、家ではもうご飯の時にはお茶必ず、それも結構ごくごく飲むっていう家系だったので、食事中に水分をガブガブ取るというのをやめたんです。で、その X パワーのプログラムの中にも、水は食事をする30分以上前に飲みなさいということで、1日1リットル以上飲むように心がけましょうということ。1リットル以上飲むっていうのは、自分の中では全然余裕で1リットル以上2リットルぐらい毎日飲んでるんですけど、飲むタイミングが悪かったということにちょっと気がついていませんでした。で、朝とか晩とか食感に水分を取ってください。で、食事中は水は飲まない。なんでかっていうと、こう胃とか、ざっくり言うとこう胃って胃酸がたくさん出てるところで、胃酸が出たものがこう十二指腸に回っていくんですけど、十二指腸に流れていったものはこう酸性だったら、その後の腸がすごいただれてしまうじゃないですか、酸で。それを中和するためにそこでアルカリ性になってるらしいんですけど、その消化液というか、pH ペーハーを調整する液を出しているのが膵臓なんですけど、膵臓は胃から強酸がやってくると思って消化液をバッと出してるわけなんですけど、その強酸が来るはずがすごいなんか薄い酸が、酸性度のすごい低い液体が流れてきたら、
荒れるっていうことになって、こうプログラムが崩れちゃうらしいんです、まあ、ざっくり言うと。それだとこう膵臓がうまく機能しない、体の元々の働きを存分に発揮できない、吸収もうまくいかない、消化もうまくできないっていうことになるということなんで、水分を取らずに、まあ、あとその食べ合わせ、どういうものを、まあ、食べてやるかっていうことで、変なものをいろいろミックスして食べたら、その消化液が、まあ、混乱してしまってうまく消化ができない、胃や腸にストレスがかかるっていうことなので、できるだけこう胃腸に負担のかからない食事をしましょう、食べ合わせを心がけましょうということで、食べ合わせをまず実践しているところです。でそれも今までこう何でもかんでもこう気にせず食べてた、それも四六時中食べてた、こう1日3度の食事以外にダラ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 お菓子をつまんでみたりとか、フルーツをいろいろ食べてみたりとか、なんか、まあ、ご飯をダラダラとちょっと食べては、またその後なんかラーメン食べてみたりとかっていう、なんか一日中こうダラ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 、それだとこう胃腸が休まる時間がないらしいんですよ。なのでこう朝食べて、食べたら5時間空ける、で昼食べて、また食べたら5時間空ける、で食べる時には、今気をつけているのは水を飲まないということ、そして発酵食品を多く摂るということ、まあ、キムチとか納豆とか漬物とか、そしてあとは、フルーツを食事と一緒に食べない。よくデザートでフルーツ、もう一話必ずデザートのフルーツが出てくるんですけど、出てきてたんですけど、そのフルーツを取らない。フルーツを食べたい時にはもうフルーツだけを、それも一種類のフルーツだけを食べる。今日そうそう、それをまあ、シンボリチックにこれ今日はパイン、完熟王、王様の黄金パインって書いてますけど、今日はねこれを朝ごはんに食べたいなと思っています。フルーツだけで、なんでかっていうと、まあ、これもさっきの膵臓の働きをいろいろ研究をしていると、その膵臓の、まあ、機能を最大限に引き出すためにはこうフルーツをご飯だとかラーメンだとかと一緒に食べない方が消化がしやすいということです。まだこの話は詳しくはまた別便でお届けしたいと思います。まあ、今日は、まあ、食べ合わせの話をしたり、エネマの話をしたり、腸内洗浄の話をしたり、しましたけれども、こう腸内洗浄をしただけじゃダメなんですよ。やっぱり人間の体っていうのは食べ物で作られていて、まあ、それを消化吸収して、まあ、排出という流れになっていくわけなんですけど、舌をきれいにしたからっていって食べるものが悪かったら腸内環境も整わないだろうし、まあ、さっき言った膵臓の働きとかも不安定になったりするだろうし、で結局トータルバランスで体の健康っていうのを考えていかないといけないっていうことを今教わっている最中です。最近のお医者さんなんかはこう一箇所だけっていうのを、まあ大腸ポリープができたら大腸だけを見たりする、そういう局所的な治療対処じゃなくて、人間の体っていうこう全体を見るっていう習慣を、まあ、視点を持ちたいなというふうに今思っているところです。これを実際使って腸内洗浄のレポをお届けしたいなと思っていますので、またこのビデオを見にやってきていただければと思います。今日はご視聴ありがとうございました。